スケッチアップを立ち上げます。ウィンドウメニューからエクステンションウェアハウスをクリックします。拡張倉庫が開きます。検索窓にポイントと入力します。上から5番目にポイントガジェット2がありますので、クリックしてインストールします。インストールの前に、ビデオチュートリアルが2本ありますので、これを見ておくと分かりやすいと思います。インストールが終わって、アイコンが出ていない場合は既存のアイコン、どこでもよい、の上を右クリックします。メニューがプルダウンしますのでポイントガジェットにチェックマークを入れます。CSV 座標ファイルを確認します。Excel や JWW 等でで作成した CSV 座標ファイルです。3次元 XYZ ファイルです。アイコンインポートファイルをクリックして、CSV 座標ファイルをスケッチアップにインポートします。インポート条件を入力します。メートルを選択。土木の場合 YXZ。建築の場合 XYZ。CSV 座標ファイルをインポートします。スケッチアップ上に座標点が表示されます。一つの点を選択しクリエイトラインワークのアイコンをクリックします。選択した点を通る線が描かれます。余分にできた線は消しておきます。できた線はグループ化されていますので、ダブルクリックで編集状態に消します。線がつながっていないところは、ダブルクリックで編集状態にして、新しい線を書きます。全部つながると面ができます。面ができましたらグループ化します。注意深くマーカーの最下部をクリックしてください。
べての面ができました。ここでインスペクトポイントのアイコンをクリックし、マウスを座標点の上に置くと座標の情報が表示されます。次はポイントレポートのアイコンをクリックします。表で座標点が表示されます。この表は Excel と同じく並べ替えが行えます。表の一番左のセレクトボタンをクリックすると、座標点の表示が強調され場所が分かりやすくなります。そしてすぐに隣のズームボタンをクリックすると、座標点が拡大されます。ここでカラーバイレイヤーのアイコンをクリックすると、右のレイヤーダイアログの色が図面に反映されます。もう一度クリックすると解除されます。